次の任務が決まったわ。覚悟はいい？カモフラージュはもう通用しないわよ。もう必要ないわ。今度はコレクターが標的よ。コレクターに興味はない。狙いはリナ・ナバロよ。ナバロを倒せたらコレクターも倒せて、お互い目的を果たせる。応援を送る。現地に着いたら分かるわ。呼べるとは信じられん。そうよ、この町はもう連中の手に落ちている。ここから逃げましょう。勝負にならないわ。バーアダプターシー、位置報告をお願い。リガジュ、現在リバティ様か。了解。リンガーサーティーは大破、新たな第一車両を要請。バーアダプターシー、しっかり直してきてよ。バーダムターティー、車両が最後した。オッケー、了解。現在南下、現在ノースリバティトンネル。そんな程度なの？了解したわ、アダプター T5。 リンガー T5、
カーサービー車両が大破、新たな第一車両がいる。第一車両が続行すると戦闘車になれるユニットは A6 が第一車両よ。用は済んだ？ん？ああ、そうだな。心強いこと。ねえ、終わったわよ。全部は回れなかったけど。聞いてる。待機して。ソルジャーが役に立つものを見つけたら連絡する。お疲れ様。アンダーグラウンドソルジャー？どうしたの？入手データでハウスカジノにバグを仕込もうとしたが、ファイアウォールを突破時露見し逃走中だ。拾ってくれ。まったく、しっかりして、向かうわ。急げ。ごめんなさい、ブローカー。緊急事態で。状況はどう？アンダーグラウンドソルジャーの単独行動が見つかっちゃって、拾いに行ってる。まったく、軍人気取りのくせに。わかる。捕まる前に拾って。遅い遅い遅いですって。一人で暴走したバカを助けているのに。実に失態だったが収穫もある。役に立つと逃走できるな。出られるわよ。兵隊さん、一体何を考えてるのよ。脱出する。すげえ、すげえ。中のセキュリティにバックドアを見つけた。潰される前に本部へ戻り起動しないと。さよなら。さあ、もう一度分かるように説明して。連中の機密情報は固い鍵がかかっておるが、気づかれぬように裏口を開けた。兵隊さん、次はもっと慎重に行動して。逃走家業の娘に言われるとはな。そっちはトラブルを防ぎ、こっちは逃げるのが仕事ね。報告を。回収したわよ。ちゃんと生きてる。警察に完全に囲まれておる。わっし。じゃあ何を思ってそれが明暗と思ったのかも知らないけど。連中のシステムにバックドアを見つけた。あとチャーリーとは呼ぶな。そう、面白い話を聞いてる。チャーリー、文民の頃の名だ。シフトロックを立ち上げ、彼女に新たな名前と目的を授かる前のな。あの人が少しでも慌ててるの初めて聞いた。心配なのね。ああ、彼女とは昔からの知り合いでな。
確認。シフトロックの基地まであとは直線よ。リアルタイムで追跡を？そんなことが？彼女の能力については詮索しない方がいい。私の謎が増えるじゃないか。その名で呼ぶなと。難しい女だ。サーバーから取ったデータだが、あれはマシン内の千鳥のアフターマーケットパーツが発信元だ。何ですって？うちのクルーも千鳥を使ってる。私たちのデータも取られたの。少し待て。お前たちのパーツは全て特殊で、サプライヤーの直送品。どのマシンにも妙な部品は入っていないようだ。ハウスから奪ったゴールドのランボは知ってる？さっきのデータベースに入ってない？いい考えだ。調べよう。当たりだ。例の千鳥特製パーツがたっぷり入っている。あれで走らなくてよかった。ハウスに四六時中データを取られてると思ったらゾッとする。また助かったジェス。アンダーグラウンドソルジャーが帰ってこれたのね。間に合ったわ。やったわね。できる限りのことはする。そういえばチャーリーの次のハッキングにあなたの力が必要らしいわ。私ハッキングとは相性が良くないの。でもほら無事じゃない。場所を送るわよ。チャーリーが例のバックドアを使い町の受け渡し場所を完璧に特定した。ハウスが行く前に受け渡しの品を入手する。台風が必要よ。ええ、喜んで。各地点には特定の受け取り機関があり、逃すとデータは消滅するわよ。気楽なものね。兵隊さん。ジェスカ、どうした？助けてちょうだい。何かブラックボックスみたいなものを解読しないと。よくわかった。このご近所ハッカーが力になろう。やった、ありがとう。これは役に立つかしら。今データを送るわ。了解。解読中だ。何か分かった？時間と場所は？それがさっぱりわからない。それと
パスフレーズがいるらしいが、情報には載っていない。最高。くそ、なんてこと。これでどうかしら。受信した。解読する。また一つ仕事が終わったわ。時間と場所は分かった？いやー、これは違う。もうすごいな。データ収集計画の次のフェーズのものだ。次のフェーズ？一般車からデータを集めようとしている。タクシーやパトカー、家庭用ミニバン、全てのスキーマが書いてある。冗談でしょ。絶対に違法じゃない。またデータが行くわ。スタンバイ中。ここまでは問題なし。よし、場所が分かったぞ。あとは時間とパスフレーズだけだ。スポットはあと3つ。見つかるといいわね。アップロード中よ。了解。いい調子よ。また次のフェーズの情報だ。開始時間について何か情報は？もう始まっている。どうして？連中はこっちに知られずにどうやって情報を？さあ、調査する。答えが見つかるといいけど。順調だわ。ああ。何がああなの？パスフレーズを見つけたぞ。大洪水？それがただの情報の洪水だといいけど、違ったら旧約の再現よ。世界が沈み、人類がやり直す。ああ、祈っておこう。ここが最後みたいだわ。もう最高だわ。
よし、わかった。時間は今だ。場所を送る。幸運を。助かったわ。大洪水の真相についても伝えるわね。大洪水？飛び回らせてすまない。セキュリティ侵害が多発してる。まったくね。ハウスの要求したハードウェアだ。大切に保管しろ。これが誤った者の手に渡ったらただでは済まないぞ。大丈夫、慎重な行動は得意。またこちらから連絡へ行く。こちら？間違いなくハウスの一味じゃないわね。誰が裏で糸を引いてるの？ねえ、手に入れたわ。何かの電子制御装置みたいだけど。電子制御装置？例の技師に見てもらったら用途もわかるでしょ。そうする。それと受け渡し役に会うためのパスワードが大洪水っていうの、大丈夫？そうあってほしいわ、心から。素敵な答え。ねえラブ、ちょっと意見を聞きたい電子制御装置を手に入れたの。すぐに向かうわ。謎のエージェントから手に入れた正体不明デバイス、興味深い。見てみよう。千鳥の予備製品か。こいつはどこからか信号を受信しているな。発信源なんか知らない方が身のためだが。よくわかってるじゃない。気をつけろよ、本当に。Thank you.
35。ハイウェイパトロールがバリケードを設置した。進行方向にバリケードが。アラスカ2、車両が走行停止、追跡できない。 OK、了解。に戻るわ。何か分かった？ちょっと待って。チャーリーが仲間と緊急ミーティングを開いた。内容までは分からないから、合流してどんな話だったか聞いてほしい。もちろん、そうするわ。なあ、怒らないで聞いてくれ。ハウスに気づかれた。俺は州を出て身を隠す。ちょっと、何なの？ちょっと待って、聞いてくれ。俺は連中からあるものを奪った。大切なシステム全体を止める鍵だ。サマンサに届けてほしい。サマンサ？いや、ブローカーにだ。データは電話にアップした。警察、ハウス、いろんな連中に狙われる。座標を送った。追ってはそこで負け。アダム6、ボーデンの車両を追跡中。ミダケ走行、ニューヘイブンキャビン付近よ。バーガーランドスがコード3の追跡中。対応可能な輸出は応答せよ。
北上中。現在ニューヘイブンで。それで全力なの？IAパトロールが路上封鎖を準備中よ。覚えてなさい。被疑者は確保した。目標はまだ保護中。拉致された。アダム6、車両が壊れた。追跡から外れる。了解。注意、ヤツは足止めを狙う。おう、そんな、ちょっと殺す気で来てるの？車両は配置できた。大当たりに成功。追っ手は消えたわ。そちらに向かう。お疲れ様。それとブローカー。それ以上は聞かない。これがデータよ。ねえ、教えて。何が起きているの？チャーリーが姿を消した理由を見ましょう。あなたは知るに値する。コレクターはただの傀儡、ハウスはただの手駒。本当に知るべきことはここ、アークライトファイルにある。これだけよ。